揚陸艦は、人員や物資の輸送を目的とした艦船のうち、岸壁などの港湾設備に頼ることなく、自力で揚陸する能力を持った軍艦のこと。海岸に直接、もしくは自らに積載したヘリコプターやホバークラフト、上陸用集艇を介して不評及び走行、戦闘車両などを上陸させる。物資や人員を素早く陸上げすることから、揚陸艦の名がついた。 第二次世界大戦期に急速に発達した。現在の米英では、揚陸の用語として、陸上基地によって立つ空軍力による空艇までも含むランディングではなく、元は水陸両性という意味のアンフィビウスの語義を拡張した陸海軍共同作戦という意味のアンフィビウスウォーフェア、さらに敵前での強襲という意味合いを含む、 アンフィビウスアソウルトを好んで用いている。当初は、揚陸艦が直接海岸に乗り上げて揚陸する戦車揚陸艦が主体であったが、現在では、戦警大型化と母船が陸上放火にさらされるのを防ぐため、上陸用集艇を積載したドック型揚陸艦やヘリコプターによる給油を主体と、するヘリコプター揚陸艦や強襲揚陸艦が主流となっていった。 上陸部隊を多数登場させ、敵前に上陸させるという特質のため、多数の人員や物資を乗せることができ、病院設備を保有しているケースも多い。このため、災害時には、物資輸送艦や病院船、避難民の収容所となることもある。また、艦の性質上、大きな容積を持つため、指揮艦や補給艦に転用されることもある。 アメリカ合衆国イギリスイタリアインドエジプトオーストラリアオランダシンガポールスペインソビエト連邦韓国大日本帝国中国中華民国デンマーク日本ニュージーランドフランスロシア教習揚陸艦ワスプから発信するクックエアクッション揚陸艇ドック型輸送揚陸艦グリーンベイドック型補助揚陸艦マウンツベイ教習揚陸艦ミストラルありがとうございます